レキタラトリキですこの世に起こりうる実証事案をスピリチュアルの観点から考察していきたいと思いますどうぞよろしくお願い申し上げます先日ですねフジテレビと制作会社を相手取り1億4千万円の損害賠償を求めました結構前2年前なんですねされていた女子プロレスラー木村花さん自ら命を絶たれましたこの木村花さんのお母様が フジテレビと制作会社を相手取り1億4,000万円の損害賠償を請求したとその展開がありました本日は木村花さん22歳で亡くなられました木村花さんのちょっとタロット見てみたいなと思うんですけれどもまずですね1億4,000万ってそれひょっとしたら見る人が見たらね まあ金じゃないですよお金じゃないですけど見る人が見たらなんだそれボリすぎじゃないかって思う人多いと思うんですよ。まずねま,まずまずまずそのそもそもだからフジテレビに請求していいのか制作会社に請求していいのかってわかんないけどその部分を置いといて金額だけでね金額だけで見て1億4,000万って無茶じゃないのっていう気がするかもしれないけどこれ私たまたま。 木村花さんが所属してるスターダムっていう団体があるんですけども今武士ロードに帰合併みたいな感じでその当時はまだスターダムだったからあもうブシロードになったのかな武士ロードになるとこだったんだなちょうど見てたんですね木村花さんがいた頃のた,んばたまたま見てたんですよでつまりはですね木村花さんは行く奥クラスの経済効果を業界にもたらす逸材ですよ 1>, 1億4,000万っていう金額が、まあ、多分その、まあ、プロレス知ってる人でも女子プロレスあんま見ないっていう人も多いでしょうから私もたまたま見てただけだからねプロレスは好きなんだけど女子プロレスはそんなに見ないんだけど、まあ、プロレス自体も今は見てないんだけど、うん、ただ知ってる人は1億4,000万って額は、まあ、妥当だと感じると思います私ももう普通だと思いますね。 木村花さん間違いなく世界に出てきますよこの人出てってます生きてらっしゃったら WWE ってますねプロレスの世界の大リーグなんだけど WWE って一番でかいたんで私ちょうど見た頃は白井伊選手が活躍してたこの白井伊選手ってむちゃむちゃ天才でぶっちゃけ男子プロレスより面白かったんですよこれレスリングの組み立てみたいなほんと素晴らしくてでちょっとの間見てたでその 白井尾さんも WW 行っちゃってるのねもう今世界でその白井尾さんの次の次の世代ぐらいが木村花さんだって私その頃ちょうど見てたからちょっと知ってるんですよこの木村花さんでブシロードっていうでっかい団体にこれはまあ今の新日本なんだけど九州合併されてからまあ,あんまり見なくなっちゃったんだけど そうだから、これ1億4千万って額なんだけど、木村花さんのプロレスプロレスラーとしての木村花さん、知ってる人だと、まあ、納得がいく額だと思います。私もまあ普通にそうだなと思います。だただお金じゃないうん。それはもうお金じゃないと思うで、その木村花さんのちょっとホロスコープまず見ていただきましょう。 日曜日の公宿はでですすねね七良質に当たっってらっしゃるんです、ね、ちょっとだから変則的なエネルギーのこうムーブを持ってらっしゃるそういうセクターに生まれている方,方なんですねで公宿言われてるのは愛することも憎むことも極端になる傾向を持つと言われてます反抗する基スを持ってる主婦ですね公宿 そしてですね亡くなられた時の念運なんですが波紋加害にあたってらっしゃるんですねちょうど1年目ですで月運が鬼門名医にあたってらっしゃいます人生の一大決心をすると言われてますねこの名医まあ字がもう高まりますでしょう自分の本文に戻っていくというかキスがよく出るというかそうなんですねやっぱりそのセクターで こううん、命を落とされてる自ら命を絶ってらっしゃると。でちなみに今そのこの事件を風化させまいとねであこの事件けど知らない方も、まあ、多いのかな結構ねこれすごくニュースになって世界的にもニュースになったんですよね。BBC とかでも取り上げられてたと思うんだけどうんだこれどういうことかっていうとねまずタロットやる前にねどういうことかっていうと「テラハウス」っていうリアリティショーがあるじゃない。 だけどテラハウスにはテラハウスの流儀があると思うんだよで木村花さんはプロレスの流儀でプロレスもちなみにリアリティショーなんですよリングの上でやってることは本当ですよ本当にやってることなんだけどそのリングに上がる前までのストーリー作りっていうのが非常にプロレスは大事でアングルって言うんですけどねリングに入っていくどういう角度で入っていくかみたいな自分のこうスタンスとか うん、こう立ち位置みたいなのをはっきりさせてこうストーリーを作って入っていくだから今の格闘技の世界でいうと煽りみたいなもんだよね煽おり V みたいなだから70年代の新日本プロレスなんかある意味元祖リアリアティショーなんですよ、ね、もう70年代からやってるんですよリアリティショープロレス知らない人でもこれ知ってんじゃないかなあの橋本真也の「時は来たそれだけだ猪木坂口政治組」と「 まあこれは師匠だよね師匠クラスの,そのタッグと当時まだ若手だった橋本と長野がこう世代構想みたいに戦った時があったんですよ。でまずインタビュー室で猪木がもう思いっきりインタビュアー貼ってねもうこれ完全にもうダメですよこれもう放送コード触れてると思うんだけど「出る前に負けることを考えるやついるかよ」バカバーンと思いっきり殴った。でその後にまだ若手であった長野橋本組の方に <laughs>。 <laughs> テレビカメラが回ってきてねでその時に蝶野はしっかり仕事してたガッデンム蝶野ほら今日は潰すよガッデンム蝶野みたいなでその次橋本時は来たそれだけだえっていうねえな何ちょちょっとトーン違わないっていうようなねだこの時に蝶野がちょっと笑っちゃったんだよね <laughs> この事件は結構 知られてんじゃないかな、いか一般にね。プロレス知らない人にも時は来たそれだけだ事件でプロレスはこういうリアリティショーをずーっとやってんのよリングだけじゃないからリングに上がるまでにこう高めてくそのストーリーが必要なので木村花さんがそのプロレス流のリアリティショーをテラハウスにそのまま持ってっちゃったからで私 木村花さん知っててプロレスファンの人はみんな「あ木村花ナイスワーク」って思って見てたと思うよ私もそうやって見てたんでああいい仕事してんなとでそして非常に面白いなと思って見てたもうプロデューサーも分かってブッキングしてると思う木村花さんにそのプロレスタッチの、うん、ちょっとこう過激なものをこうぶっこんでほしいみたいなだけどもそこで本当にテラハウスを愛してるファンの人たちはびっくりしちゃうじゃん プロレス知ってりゃ分かると思うよああ木村花うんいいなみたいなナイスワークみたいなさちゃんと仕事やってんなみたいなただ分かんない人見たらやっぱりびっくりすると思うよねだからその、まあ、その化学反応はプロデューサーも狙ったもんだと思うんだけれどもその後にやっぱこの時代 SNS で出演者が責められちゃうっていう,こう二次的なこう展開っていうのが これはもう本当にリアルなな世界じゃないだここのやっぱり後処理がやっぱ、まあ、まずかったっていうかまだルール化されてないんだよねまだねでここがやっぱすごい問題になってるんですよねこここれがで世界的にも取り上げられてるんですよねこの問題がでこれはお母様からしてもすごい歯がゆいと思うんですよ結局自殺しちゃったんじゃないかっていうところでなんか どこにこう怒りぶつけていいかってわかんないじゃないですか結局自分にぶつけなきゃいけないかもしれないよね母親として自分とだったんだみたいなちなみにお母様も優秀なレスラーですよもう今ちょっとね太っちゃってもう未だにア,アフロは昔からアフロだったんだけどうんちょっと面影がなくなっちゃったかもしれないけどすごいいいレスラーだったんですよお母さ様一時格闘技もやってらっしゃったんじゃないかそうだから結構この問題は うんやっぱり難しいと思うね歯がゆいというかさあちょっとタロット見てみましょうよしとでは参りましょう木村花さんの「エ N 字盤」見てみたいと思います「めい」「言いたくても言えないことを?」 虚構と真実の狭間そして「語」告白という意味がありますがうーん伝えきれないことかなそいつを伝えに行かなきゃいけない伝えたいんだという力そして「体」うん 肉体は終わってしまったとただイデオロギーはつながっていきます前進んでいきます名答えそして逆名答え入れましょうどうもこれはお母様ですね今戦ってらっしゃいますそしてゴー これもお母様の原動力じゃないでしょうか1億4,000万うん掲げましたがちょっとやっぱり印象としては横暴じゃないか無理があるんじゃないかしかし大衆の矢面に立とうとしておりますいや立ち続けていますねそして「タイト。うーんお金じゃない愛そして精神性みたいなものを強く強く求めてらっしゃいます 木村花さんからのこう力みたいなのはぐっと降り注いでます、ね、風化させるなといったところでしょうか最後いきましょうドンうん公平さ求むは公平さまだルール化されていないこのリアリティショーにまつわる本当のリアリティの部分にはみ出しちゃうまあリアリティといっても SNS の世界がまた厄介なのは まあ、バーチャルな世界でね今ではそのバーチャルな世界こそがリアリティとなりつつあるリアルな力を持ちつつあるとまあ非常にこう難しい難しいですこの感,感触がねその中での公平さみたいなものこう私たちでやっぱりねしっかりバランス保っていく必要がありますねそんなカードが出ています こんなんなましたいかがでしょうかホロスコープ見て思うのはねやっぱ木村花さんすごくね純粋な方なんですよ。自分の運気の流れにすごく忠実自然なんですねこう乗っかってるとてもとてもピュアな方だと思います。でであののテラハウスでの振る舞いは もうプロレスの世界で言えばもうこれはテラハウスだからプロレスじゃないからしょうがないんだけど全然問題ないっていうか帽子飛ばしたぐらいでしょポンって言ってんじゃんなんかなんか言えよみたいな感じであんなの全然もう普通普通なんだけどただやっぱりテラハウスっていう世界だからそこがやっぱり難しいんだよねだからねやっぱりね私個人的には木村花さんは1億4,000万の価値 もうこんな価値なんて言え言っちゃいけないけど、ただもう全然妥当な額だと思います。普通にそれぐらいの経済効果を業界にもたらす人だと思います。まあ、今コロナ禍で難しいとは言えない。ただ、それをどこに求めればいいのかって。一応、今回フジテレビと制作会社に求めてるけど、これもやっぱり歯がゆいでしょ。やっぱりね。 どどこにどう,こう求めれればばいいんだぶつければいいんんだだぶつけそもそもこうまだルール化されてないんだよねこうリアリティーショーにまつわるそもそも我々のリアルな世界自体がまあ反バーチャルじゃない今オーギュメンティッドリアリティで重要なのはほとんど SNS でのこう世界じゃない普段生きてても外出てってもずっとこうスマホ見ててさスマホ見てれば自分のテリトリーに入れるからね自分の世界内に。 それが今なんか他人との境界線こう字が境界線みたいになってるからしかもその境界線が限りなく深いんだよねどこまでも入っていけるからよしこ <noise> 陰を燃やしようとし夜が気圧し行こしそしてまた陰をやす。

まあ私自身もそうなんですけどねやっぱりこう、まあ、YouTube もそうだけれども SNS とかねやっぱりほんと気をつけてやっていかないとねやっぱりね、まあ、そのつそのつとやっぱ <laughs> こう自戒しながら反省しながらそしてやっぱりこう立て直してうまくバランス保っていかなきゃいけないよね実際難しいと思いますよ本当このこれね暗いかな <laughs> いいね、コメントチャンネル登録いつもありがとうございます今回もご視聴ありがとうございましたリキ・タロットリキーでしたそれではまたバイバイ